チス、誰も知らない老画、イカレタコスケでござる。ロード・オブ・ザ・フォールン、ほぼ完全クリア。裏ボスまで倒してね。2周プラス新キャラをやったでござるよ。いやー、で、どんな動画を作ろうかなと思ったんだけど、まあ、強い武器等々はもうできてるかなと。もう1ヶ月経ってるからね、大体ね。1ヶ月は経たないか、3週間くらい経ってる。なんで、今回、非常に分かりにくい武器についている状態異常について解説していこうかなと。新しくこのロードオブザフォールーン始めた時に、いや、どんなビルドやろうかなって思った時の参考にできればいいかなと思うでござるよ。さて、ソウルライクをまだやったことない人のために簡単に説明しておくと、状態異常っていうのは武器についている属性とはまた別の特殊な効果でござるね。で、どこを見ればいいかっていうとね、真ん中のレベルタイプ重量ルーンスロットステータスの下に書いてあるアイコンでござるな。アイコンなんでちょっと分かりにくいかもしれないけども、左上から出血、下がこれスマイト、まあ性属性の状態異常だね。で、真ん中が、やけどと発火、右側が毒と凍傷、まあ、氷状態異常でござるな。となってるでござるよ。ここに書いてある数値が高ければ高いほど相手を状態異常にしやすいんだけど、一発は一発、体験だろうが探検だろうが、一発分の数値なんで、ここの数値が敵に攻撃を当てた時に相手に与える状態異常の数値と思っていただければよし。もう体験にしたから、倍率が上がるとかそういうのはないでござるよ。さあ、まずは出血から順を追って説明していこう。出血の状態異常って他のゲームでも出てくるけども、ロード・オブ・ザ・フォールーンはちょっと変わってるんだね。なんでエルデン・リングとかやってた人だとちょっと分かりにくいかもしれない。で、状態異常をどうやって相手に与えるかっていうと、この数値を持っている武器でひたすら殴る。そうすると見えないゲージが溜まっていって、それがいっぱいになると相手にエフェクトが発生して、これだね、出血状態になるんでござるな。で、この出血状態っていうのは放置しとくと治っちゃうんだけど、この状態の時に攻撃することによって5回まで出血させた時のダメージと同じダメージを攻撃に乗せることができるんでござるな。この瞬間に攻撃すると相手が出血して、最初の出血した時のダメージと同じダメージを与えることができるというもんでござるよ。なので、単純にロード・オブ・ザ・フォールンの出血っていうのは連続攻撃をしてる間の、まあ、超ダメージボーナスでござるな。結構短い時間で出血が終わってしまうんで、もうラッシュをかけている間に出血が起きると、そのままダメージが倍になってガン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 相手に入っていくみたいな状態異常と思っていただければいいでござろうか。ちなみにダメージは何でもよくて、別に通常攻撃以外の投擲等々を当てても出血の追加ダメージは発生するんでござるよ。ただね、さっきも言った通り出血切れるまでが比較的早いので、あんまり悠長には攻撃できない。なのでラッシュ系の攻撃と相性がいいでござるな。そして次に性属性の状態異常でござるな。出血アイコンの下200と書いてあるやつでござる。これがね、めちゃくちゃシンプルなんだけども、まあゲーム性とは噛み合ってるのかなといったところ。ただね、武器自体が結構レアなんで、前回前々回紹介しているかなり有名なピエタの剣以外だとね、入手がなかなか難しいんだけど、どんな効果かというと、こんな感じ。状態異常値が溜まると雷が落ちて、ほぼ固定のダメージが相手にぶっ刺さるというもんでござるな。ちょっとアップデート等々で変わってたら申し訳ないんだけど、おそらく変わっていないと思うんで固定ダメージだと思うでござるよ。で、何が面白いかっていうと、この固定ダメージっていうのは最初から終盤まで同じってことでござるな。キャラクターが強くなっても数値は変わらないってことは、すなわちその性属性の状態異常の武器を手に入れて相手に状態異常さえ与えてしまえば、このダメージが出るというものでござるな。
まあ、拙者今使ってる武器強化はしていないけども、レベル自体は150になってるんで、基礎能力がかなり高くなってるんでござるね。そんな中、一撃100とか200とか出してるけども、逆に言うと150レベルの未強化の武器でぶん殴るぐらいの威力っていうのを最序盤の方で出せてしまう。それが生属性の状態異常なんでござるよ。そして次に真ん中、やけど。まあ、これも非常に分かりやすいし、このやけどに関しては序盤でも出血同様にね、結構武器手に入れやすいので、序盤ではかなり強い味方でござるな。荒くれの破壊人の斧はチュートリアル終わった直後に1本手に入れることができるし、なんならマラソンすれば二刀流もすることができるでござるよ。でどんな効果かというと、痛いでござるよ。やめるでござる。非常にわかりやすい。ちょっとお嘘だろこれでござるな。相手が燃えて超高速の微量ダメージがずっと相手に入っていく状態。まあ超高速の毒でござるね。その代わり治るまでも早かったりするんだけども、これがやけどの能力でござるね。すごい地味に見えるかもしれないけど、後で説明する他の状態異常との組み合わせ等々で面白い効果を発揮したりするでござるよ。あと先ほども言った通り、敵の体力が高くても、敵のおそらくね、体力に対する割合ダメージで出てると思うんだけど、序盤のダメージ稼ぎとしてはかなり優秀な性能を持ってるんで、本当に最初はね、生属性の状態異常やこの非属性の状態異常で削るっていうのもかなり大きいでござるな。特に大型のボスとかに対してはよく効くでござるよ。実際だって拙者が今殴ってるダメージ見えにくいけど30とかだからねそしてゲームではおなじみ毒でござるな。一番右側の緑色のアイコンでござるよ。まあやけどとほとんど同じと思っていただいて大丈夫でござるが、こちらはゆっくりと大きく削っていく。で効果時間がその分長いんでござるね。ほい、こんな感じで、先ほどはやけどは4ダメージを連打でござったが、こっちはね1秒に1回ぐらいかな、27ダメージぐらい与えていくというもの。どっちが強いかっていうと、やけどよりもこいつに対した毒の方が効いている感じでござるな。ただロード・オブ・ザ・フォールーンはこうやって毒でダメージを稼いで逃げ回るっていうのはね、敵の数が多かったり同じ場所を何回も繰り返す性質上、あんまり効率がいいわけではないんで、単純に毒武器を仕込んでおいて硬い敵へのダメージソースのプラスアルファみたいな感覚で考えておくといいかもしれんでござるよ。こういう雑魚とかね、ワンコンボで倒しきれない時に残りの数十を毒で削り切ってもらうみたいなね。まあもちろんね、こうやって引いてる時にもダメージを与えてくれるのは全然強いんだけど、まあ毒単体で言うとちょっと火力をプラスアルファしてくれるかなぐらいのものでござるな。そしてアイコン右下、凍傷でござるね。他の状態異常が全てダメージにつながるに対して、こちらもダメージは出るんだけども、相手の体感に影響する状態異常となってるでござるよ。まあ発動のさせ方は一緒、凍傷がついている武器でガンガンか、ちょっと大物二刀流は重いなはい、こんな感じで凍傷が発動した時に大きいダメージを一発与えて、で相手の胴体の真ん中にある白い円が体幹なんだけども、それを半分にしてくれるというもんでござるな。なんでボス戦等々ではかなり役立つものでござるよ。特にね、剣での切り合い殴り合いが好きな人にとっては、まあ、一番絡めてではなくて正面から戦える技といったとこでござろうか。で地名を取ったりすることによって凍傷が切れるんで、再度
凍傷の状態上を蓄積させていくことができるんでござるんな。単純に雑魚は相手であっても、この凍傷の蓄積値をブーストすると、あの凍傷した瞬間の大ダメージを狙って雑魚をね大きく削る状態上としても使えるでござるよ。まあ雑魚雑魚って言ってもね、ロード・オブ・ザ・フォールーンは本当に弱いやつから何とも言えない体力のやつまでいっぱいいるんでね、そういう点ではねどのタイミングでも致命を取りやすいっていうのは強いかもしれない。ただ1対1でゆっくり致命取るタイミングはなかなかないので、汎用的かというとそうでもね、やっぱどちらかというと対ボス専用の状態以上かな。そして最後がインフェルノ、発火でござるな。火傷とは違う炎属性の状態以上でござるよ。これもね、ただこれね入手がね結構遅いというか、武器の本数がかなり少ないんでね、おそらくゲーム的には高位の状態以上になるのかなって感じでござるよ。どんな効果かっていうと、こんな感じ。相手を中心に爆発が起きるというもんでござるね。で、これぐらいのモブであれば、確定でひるみが発生するんで、1対1においても、定期的に発動することができれば、非常に強力となるでござるよ。そして、このエフェクトの通り、敵の周りに爆発が起きるんで、相手がダマになっていることがロード・オブ・ザ・フォールーンはかなり多いんだけど、まあそういう時にね、非常に便利でござるよ。これ今1体ずつ当たってるけど、本当に数が多い時は複数のやつに対してこの状態異常が発生するんでね、この発火が重なって団体様にね大ダメージを与えることができるようになるっていうね、なかなか面白い能力になってるでござる。ただお前らだと相性悪いな。じゃあ、このダメです。そしてこのロード・オブ・ザ・フォールーンは2つの状態異常を持っている武器というのもあるでござる。てか二刀流できるからね、状態異常は2つ以上持つことができるんだけど、例えばこの血に飢えた刃、中序盤ぐらい手に入る何気ないショートソード、出血と火傷がついていると、この武器で敵を攻撃し続けるとどうなるのか、痛いでござる。まず多分火傷だね。火傷が起きました。ドットダメージが入ります。そしてここに出血が入ると、はい、こんな感じ。わかりにくいでござるが、先ほど言った出血が起きてる時のダメージを受けた時の追加ダメージっていうのがあのドットダメージで発生しているんで、一瞬でこの剣で攻撃した1回分のダメージかける5が相手に入るというものになるでござるね。ただしこの武器自体はね、ショートソードで一撃一撃の火力はそんなに高くないんでね、他の大きい武器と比べるとダメージはそこまでって感じでござるが、まあ、こんな組み合わせ方があるよっていう話でござるな。さらに先ほどの毒武器だけだと徐々にダメージを与えるだけというちょっと地味なものになるんでござるが、ここに指輪やペンダントの特殊な能力を組み合わせるでござるね。血の災いの指輪、常に汚い液体がにじみ出ている指輪、毒の蓄積と同時に出血も蓄積するっていうね、毒の状態異常が発生すると出血も発生すると、ただねその出血の発生率は3分の1ぐらいに下がってるからって感じではあるんだけども、まあこのキノコで覆われたツルハシ非常に毒属性が高い。でさらに重荷のペンダント、この血の災いの指輪と重荷のペンダントはね、実は捨てられたフェンっていう、これもまた序中盤、まだ序盤と言っていいかなぐらいのところで入手できるアクセサリーなんだけども、重荷のペンダントは敵に与える全ての状態異常につき追加ダメージを与えると、ちょっと翻訳がね分かりにくいんでござるが、簡単に言うと相手に起きている状態異常の数の分だけダメージ量が追加されるというもの。 1.1 倍ぐらいは言ってたはず。なんでこの2つ組み合わせることによって出血と毒と、さらにその出血毒の間に 1.2 倍のダメージ量を出せる
というね、組み合わせになるでござるよ。なかなかこの組み合わせがね、強力なんでござるよ。ちなみにこれは今2つ組み合わせてるでござるが、もちろん3つ4つと組み合わせることができれば、その瞬間だけは火力がアホみたいに上がっていくでござるよ。だついでに持っていくか。でさらにじゃあここに灼熱の武器、やけどを付与することのできる灼熱魔法でござるな。これで3つの状態以上がこの武器にはついてるでござるよ。未強化でどのぐらいの火力が出るのか、拙者の立ち回りがちょっと拙者のお前、まあ、かっこよく今出てきたでござろうが。はい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 、いいね捕まったでござるね。だがしかし貴様もうおしまいでござるよ。毒のダメージと火傷のダメージとで出血のダメージと、そしてペンダントによる火力アップによって未強化でもここまで火力が出せるようになるんでござるんな。 Windows アップデートプログラム許さんでござる。再起動したら、実はこれマイクの音入ってなくて全部テイク2だったんだけど、背景音も入ってねえじゃん。でまあおすすめのね、あの組み合わせ等々お伝えすればもうかなりあるんで時間足りなくなっちゃうんでね、あの序盤からの攻略において非常に強力なビルドが組める序盤用でおすすめのものってのいくつか紹介していくでござるよ。さあ最序盤で入手できる組み合わせ、まあ必要ステータスであったり、まあ始めたジョブによってはもっと強力な武器持ってるかもしれないんで、あくまで序盤の序盤でジョブ選択を間違えて積んでしまった人向けといったところか、まあ、レベル上げが必要になってしまうかもしれないけど、そこはご容赦されたし。聖なる宣告と荒くれの破壊人の斧、チュートリアルが終わった後の村みたいなステージの宝箱から聖なる宣告で、ちょっと強いナイトみたいなやつがいるところの近くから荒くれの破壊人の斧が確定で入手できるでござるね。破壊人の斧自体はね、あの途中にいる斧使いから入手することもできるでござる。この二つ、ピエタ前に入手できる組み合わせ状態以上の二刀流ができるものになってるでござるな。まあ、先ほどお伝えした通り。さらにね、エンチャントアイテムも拾えるんで、エンチャントアイテムを使って火力アップさせてもいいんだけどね。まあ、とりあえず何回でも使えるのがこちらでござるな。ただね、今両方とも発動したけども、序盤のショートソードで状態異常値がそこまで高くないんでね、あくまでおまけ程度、普通に攻撃するよりは、ダメージが出しやすいよっていうものでござるな。なんでめちゃくちゃ楽になるわけではないんだけども、どうしてもどの武器を使ったらいいかわからない人はぜひといった感じの武器でござろうか。そして非常に序盤強力な滑血かな、滑血の探検でござるか。これが未強化だとね、べらぼうに強いんでござるよ。出血が60なんだけど、拳武器なんで1本で二刀流にすることができると。なんで強化するときも1本でいいんだよね。でさらに生属性を持ってるんだね。おかげでね、驚くほど未強化でも火力が出る、ナックル武器となってるでござる。ちなみにここの鍵を開けてずっと行った先、次のエリア、聖なる兄弟の館の手前にあるエレベーターの正面にある部屋にあったと思うでござるよ。まあとりあえずこの滑血パンチを見るでござるよ。生属性がついている出血持ちの単体武器で二刀流がこんなに火力出るとは思わなかったね。単純に一発の威力が、まあ拙者のレベルが上がってるのもあるけども、100を超える。でかつここに出血が乗ってしまう。で1個強化でも二刀流できるからね、火力を落とさずに1本の武器で出血二刀流ができてしまう。そうすると110何ダメージがまあ倍になるわけでござるな。出血自体はすぐ切れちゃうけどもね。で結果的に非常に強力な武器
となるでござるよ。試しに物理攻撃力だけだったら20上のこのショベルで、ショベルパンチで殴るでござるね。全然ダメージが出ない。もう全然ダメージ出ないでござるな。でこれで出血がついてないからね、まあこの武器がね弱いわけではないんだけど、まあステータス補正がまだ全然かかっていない序盤だとさらにダメージ差に差が出るでござるな。だいたい通常攻撃だけで 1.5 倍、さらに出血が起きるとその状態から2倍っていうダメージが出るんで、まあ先ほどのナックルがどれほど強かったかというのがわかるかなといったところ。さて最後に不遇と言われている灼熱ビルドのぶっ飛びビルドをお伝えするでござろうか。倒れしロードの剣とローガーの手。ローガーの手はダンマイヤー、あれなんだっけ、あれでござるな、三角様みてえなボスがいるでござるけども、その手前で会う NPC、 彼女のことを追っていくとあれでござるな、沼をクリアしてフィッツロイ渓谷だっけ、あの先に進んだ頃にちょっとね秘密基地に行けるんだけど、その秘密基地に行くことでこのローガーの手は購入できたはずでござる。で倒れしロードの剣はさらにその先にある燃えている町のなんか名前と見た目の割に普通に燃える家の中に落っこってる剣でござるな。この2つでござるよ。まあ序中盤で手に入る唯一発火属性が、非常に高い2本となってるでござるね。これ以降はね、てかそもそも発火武器があと2本か3本しかなかったと思うんだけど、まあこの武器とでさらにでこれが一番の問題なんだけど、灼熱の献身の指輪、これねラストステージなんだよね。やけどを蓄積させると同時に発火も蓄積するというもの。こっちだけでもまあインフェルノ効果は得られるんで弱くはないんだけども、さらにこの指輪があって灼熱の武器でやけどの状態以上をこのローガーの手と倒れしロードの剣につけることによって、この指輪の効果でインフェルノ効果がさらに増すっていうねビルドなんでござる。いやーロードオブザフォールのね唯一残念だったとこそこだね。2周目以降もあのプレイが多分考えられてるからだと思うんだけどね、1周目をリセットして1からプレイしたい民としてはもっと面白い組み合わせが序盤からできたらいいなといったところでござった。まあその性能見てくでござるよ。はいはい、敵は動くことかなわずでござる。ちなみにこの倒れしロードの剣もね、二刀流、2周目であれば二刀流できるんで、そっちの方が火力が出るんだけど、まあ一応ね最初の序盤からできる、序盤からできないな、最終ステージで完成する強力なビルドって感じでござろうか。指輪がなくても大量の敵を掃除するときなんかは非常に強力でござるな。というわけでいかがでござったろうか。ロード・オブ・ザ・フォールなかなかで、お前がいんの、なかなかね日本語の攻略サイトって今ないんじゃないかなと思うので、状態以上は特に面白い要素なんだけど、多分何も見ないでプレイしていると状態異常の効果わからないまま終わってしまうんで、まあこれから始める人が楽しめればいいかなといったところでござるよ。おい、インフェルノ二刀流強いな。強いね。未強化だからね、未強化で終盤中後半ぐらいのステージだけどガンガン削れるやん。めちゃくちゃ強いのではこれ、もしかして。もし一番最初手に入れたら、今もう拙者ねこれより強いビルドとか効率的なビルドっていうのも作れるけど、いいんじゃないこれ、強いんじゃん、普通に強いんじゃん。いやこういうのをね見つけて最高効率じゃなくても楽しんでいくっていうのがまあソウルシリーズでござるよね。これ次はスタミナ管理の調整だな、どのモーションを使っていくか。拙者レベルが高いからな、今二刀流ブンブン振り回してるけど、多分お前ここすごいね、ここすごいござるね。まあというわけでね、
これからロード・オブ・ザ・ホールやる人はぜひ参考にしてみていただきたし、どっせい、いいよ、ヨロケ強いね。いや、インフェルノヨロケ、そうか、そうか、周りの敵にも効果、お前回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。